勇ましい桃太郎さんのお話をいたしましょう。昔ある山の奥に大変仲良しのおじいさんとおばあさんがいました。ある日、おばあさんはお家の下に流れている川で洗濯をしていました。そこへ大きな桃が流れてきたぞ。おいしそうな桃だこと。拾って帰っておじいさんと食べましょう。よいしょのどっこいしょ。おばあさんは桃を拾いました。えいっさえいっさと抱えてお家へ持って帰りました。夕方になると山で働いていたおじいさんが戻ってきました。おじいさんや、谷川にこんな大きな桃が流れてきたので拾ってきましたよ。ひゃあ、見たこともない大きな桃だ。さあ、割って食べましょう。おばあさんは包丁を持ってきました。そんな時桃がポンと割れて中から飛び出す元気な子供、桃太郎はぐんぐん大きくなって、力の強い、心の優しい、立派な男の子になりました。その頃、山の向こうの鬼ヶ島に悪い鬼がたくさん住んでいました。いつも大勢の人に乱暴をして困らせていました。誰か鬼退治をしてくれる強い人はいないかな。どの人もこう言って泣いていました。よし、僕が悪い鬼をやっつけてやる。桃太郎はおじいさんとおばあさんに鬼退治に行くことをお願いしました。するとおじいさんもおばあさんも喜びました。桃太郎や、お前はまだ小さい子供だけれど、悪いやつと戦うことはいいことだ。気をつけてしっかり戦ってきなさい。おじいさんは桃太郎に勇ましく鉢巻きをさせました。刀を持たせて、日本一の桃太郎と書いた旗を渡しました。おばあさんはきびだんごを作りました。食べれば力の出るお団子です。桃太郎さんはきびだんご、下げて出ていく春の朝、大山は桜の花ばかり。桃太郎はお山をいくつも越えていくと、一匹の犬が出てきました。桃太郎さん、どこ行くんですか？鬼ヶ島へ悪い鬼退治に行くのです。持っているのは何ですか？これは日本一のきびだんごです。一つください。私も鬼退治に一緒に行きましょう。桃太郎は犬にきびだんごをやると、犬は桃太郎の旗を担いでついてきました。まもなく今度はお猿が木の上からぴょこんと飛び降りてきました。桃太郎さん、どこ行くんですか？鬼ヶ島へ悪い鬼退治に行くのです。持っているのは何ですか？これは日本一のきびだんごです。一つください。私も鬼退治に一緒に行きましょう。桃太郎はお猿にきびだんごをやると、お猿は
こっちが近道ですと言って山の中の近道を教えてくれました。すると道の上から今度はキジがバタバタと飛び降りてきました。キジも桃太郎にきびだんごをもらって一緒に鬼退治に行くことになりました。桃太郎は犬と猿とキジを連れて山を降りて行きました。まもなく広い海に出ました。さあ海を渡って鬼ヶ島へ攻め込むのだ。みんな戦いの用意をしなさい。はい、私が船を借りてきましょう。犬が走って行って船を借りてきました。波はどんぶりこざんぶりこ、お船は進む鬼ヶ島、鬼の城が見えてきた。鬼ヶ島では鬼たちが騒ぎ始めました。おい、みんな出てこい。犬、猿、キジを連れた変な子供がやってきたぞ。金棒で叩き潰してしまえ。赤鬼や青鬼たちがぞろぞろと鬼ヶ島の岩の上に出てきました。どの鬼も太い金棒を振り上げて桃太郎が鬼ヶ島へ上がるのを待っています。逃げたりこっちへ逃げたり、鬼たちは大騒ぎです。桃太郎は鬼の大将と戦いました。組みついて鬼の大将を頭の上へ差し上げました。えい、ドスン。鬼の大将は投げ飛ばされて金棒を放り出して謝りました。もう悪いことはいたしません、どうぞ勘弁してください。家来の鬼もみんな並んで謝りました。とられ